ゆるりりルーム。リミのゆるりりルーム始まりました。イエイ。はい、皆さんこんばんは。金谷リミ、中学1年生です。沖縄県内で音楽活動をしております。この番組では私のゆるりりトークやお知らせ、おすすめの曲など紹介していきたいと思います。はい、今日はリミはこのラジオに来る前に茶壇にあります東洋飯店さんの肉まんをゲットして食べてきました。超美味しいのですよ。はい、東洋飯店さんの肉まんとあんまん、なんとお持ち帰りができるんです。たまに食べたくなって寄ってみるんですが、まだ準備中ですとかタイミングが合わない日も結構あって、なんと今日はタイミングがいい日だったみたいでゲットできましたよ。もし茶壇に遊びに行くことがあったらぜひ立ち寄ってみてくださいね。テイクアウトは1回で購入できます。リミのおすすめです。じゃんじゃん。はい、それでは早速今日の一発目の曲をお届けしたいと思います。どうぞ聴いてください。おじゃま虫。ですよ、ぜひ寄ってみてください。はい、それではですね、次の曲は
私のオリジナル曲で、なんと初披露の曲をお届けしたいと思います。本当にあんまり人とかには披露したことがなくて、もう本当に人の前で演奏するのは初めての曲なんですけども、はい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 、ね、皆さん、あの机の足とかに小指をぶつけて痛いってなったことありますか？私はしょっちゅうあるんですけど、あの痛さって絶対誰もが一度は経験したことがある痛みだと思うんですよ。だから今日はその足の小指を打ってしまったっていうのを歌詞にして曲にしました。はい、それではどうぞ聴いてください。仮名なんですけどね。小指。体中に響く
ありがとうございました。小指でした。まだまだこの曲は歌い始めたばかりなんですけど、よかったら覚えていってください。はい、あるある。爪剥がれたこともあるよ。え、どんな強さで打ったんですかねはい、あよく聞くと深い意味だそうですね、なんか小指ぶつけたらちょっとね、いろいろ考えちゃうんですよねはい、ということで一旦ギターコーナーは終わりにします。はい、それでは次は、まあ毎回恒例となっているアニメの話に行きましょう。はい、今日紹介するアニメは、モブサイコ100というアニメです。はい、このモブサイコ100っていうのは、ワン先生による漫画です。まあワンパンマンとかで知られる漫画家なんですけど、2012年4月18日からウラサンデーでモブサイコ100が連載されています。はい、2014年12月よりなんと小学館のコミックアプリ漫画ワンでも連載されることにもなりました。ちなみに私は原作はこの漫画ワンってアプリで読みました。はい、全部無料なのでぜひ皆さんも読んでみてくださいね。はい、2016年7月13日時点でなんとコミックスの累計発行部数120万部を突破していて、2016年7月から9月までなんとテレビアニメが放送されていました。そしてなんとなんと今年2017年1月23日第62回小学館漫画賞少年向け部門でモブサイコ100が受賞しております。はい、気になるそのモブサイコ100という作品なんですが、ストーリーはですね、はい、主人公モブくんこと影山茂雄くんは師匠の霊源新隆さんの下で除霊のアルバイトを務める超能力者の中学2年生です。しかし特別な力は生きていく上で不要だとモブくんは考えていて、注目されることなく普通に生きていました。だけどモブくんですね、超能力を抜いちゃうと勉強もスポーツもできず、人付き合いにも不器用な人なんですよねそんな彼が自分を変えるために肉体改造部という部活へ入部するところから物語は始まります。はい、去年の夏ですね、私このアニメ結構ハマりました。はい、最初はあんま知らなかったんですけど、モブサイコ100の原作を知っている人が周りに結構いて、アニメ化が決まったよって時に、あ、アニメ化するんだ、見てみようかなって思って漫画1のアプリ入れて読んでみたんですよね。そしたら何これ面白いんだけどってなってハマりましたはい、このモブサイコ100というアニメおすすめです。はい、でね、このアニメは、うん、ストーリーだけじゃなくて、自分は主題歌もかっこよくて惹かれたんですよね。はい、もうオープニングもエンディングもフルバージョン聞いたんですけどね、もうギターソロがかっこよくて、うん、ずっと聞いてました、うん、私もいつかああいう感じのギターソロができるようになりたいなって思います。はい、まあどんなギターソロなんだよって思う人もいるかもしれないので、今日はこのモブサイコ100というアニメの主題歌の中からオープニングテーマをお届けします。どうぞ聴いてください。
ただいまお届けした曲はモブサイコ100のオープニングテーマ99でした。イエーイ。はい、モブサイコ100やばい、面白いよね。はい、面白いんですよ。これがあのストーリーも面白いんですけど、あのうん、なんかストーリーの進み方も面白いんですよね。キャラクターもみんな、うん、いい人ばかりだしはい、リフレインボーイ、あ、はい、前回も紹介したんですけど、リフレインボーイっていう曲は、モブサイコ100のエンディングテーマです。すごいあのロックな感じの曲で、すごい好きな曲です。はい、うん、かっこいい歌だね。はい、かっこいい歌ですよ。はい、Amazon プライムビデオで、お、さらにですか。はい、ぜひ見てください。イエーイ。はい、それでは今日はこれでモブサイコ100おすすめのアニメの話は終わりたいと思います。イエーイ。それではここからは、はい、私が音楽に興味を持って曲を作りたいって思ったきっかけになったボーカロイド曲、略してボカロ曲の紹介コーナーを始めます。イエーイ。はい、え、さっきからボカロってなんか知らない単語出てきたんだけど、ボカロボーカロイドって一体なんだよって思ってる人も少なくはないと思うので、ボーカロイドを簡単に紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ボーカロイドとはヤマハが開発したコンピューターで歌声を合成する音楽ソフトです。はい、そのソフトのパッケージに書かれたイメージキャラクターがいるんですけど、これがボーカロイドのキャラクターでして、多分皆さんが知っているのがボーカロイドの中で一番有名なのは初音ミクちゃんとかですね。この初音ミクちゃんなどのボーカロイドたちの声を使って音楽制作をしている人たちのことをボカロピーと言います。はい、今ではインターネットに投稿されたボカロピーさんたちのボーカロイド曲、略してボカロ曲がたくさんあります。はい、そのネットに投稿されたボカロ曲が人気になると、なんと CD 化されたり、人気曲を集めてボーカロイドのコンサートが開かれたり、大人気のボカロ P さんがプロのシンガーさんの曲を作ったりしています。はい、今から始まるコーナーは今大注目のボーカロイド、いい曲がいっぱいなので、皆さんにリミのおすすめの曲を紹介していこうというコーナーです。はい、今回紹介する曲はアゲアゲアゲインという曲です。とてもアップテンポで可愛らしい曲なので、ぜひ皆さんも覚えていってください。それではどうぞ聴いてください。アゲアゲアゲイン。
ただいまお届けした曲はアゲアゲアゲインという曲でした。はい、来週もリミのおすすめのボカロ曲を紹介します。イエイ。はい、お楽しみにということで、はい、もう気づいてる方もいらっしゃいますね。お、次はギターだねって書いてあります。そうです、次はギターです。はい、次の曲は ボーカロイド曲のカバーで1925をお届けしたいと思います。ございました。1925でした。イエーイ。はい。はい。ニュースで札幌雪まつり見てたら、リミちゃんのメモリーの歌詞が浮かんできた。北海道での思い出の歌詞。リミちゃん雪まつり見に行ったことあるのかな？はい。雪まつり
はい、行ったことありますよ。何年前だっけ、何年前かわかんないけど、私が小学5年、5、6年生ぐらいの時に雪まつり行ってきました。はい、もともと北海道に住んでたんですけど、沖縄帰ってきてから初めての北海道旅行でした。はい、雪まつりシーズンになると、なんと私が以前住んでた札幌の町では雪まつりと初音ミク一色なんですよね。はい、私はその雪まつりを見に来たんじゃなくて、なんと初音ミクのライブスノーミクを見に行ったんです。はい、初音ミクね、生で見たっていうか生で音を聞いたかな。生演奏の中で初音ミクちゃんが映像になって歌ったり踊ったりするライブなんですけど、はい、ファン様たちが背が高くてはい、でも初音ミクちゃんの本物のパフォーマンスを見ることができてとっても嬉しかったです。はい、雪まつりには行ってないんですが、去年の9月にも北海道旅行に行ってきました。はい、その時はもうライブで歌いに行ってきました。白い恋人パークにも遊びに行きました。はい、白い恋人パークってもう絵本の中の世界っていうか、そういう感じな建物とかそういう仕掛けがいっぱいで楽しいんですよね。ぜひ皆さんも北海道に遊びに行ったら、白い恋人パークとか雪まつりシーズンに行ったら初音ミク探ししてみるとか、そういう楽しんでください。はい、私が一番北海道行って毎回感動するのは、北海道の新千歳空港、はい、空港にアニメートがあることですね。はい、北海道はそんな感じです。はい、7、8年前ぐらいに雪ミク見に行ったよ。おー、はい、そうですね、7、8年前ぐらいだったらまだ雪ミクのイベントやってないかな。40mP さんのテーマソングだった年、3年前、あ、そうです、3年前だから2014かな、スノミク2014というライブに遊びに行きました。で、なんとその時の雪ミクのテーマソングが、はい、さっきもお話ししたボカロ P さんなんですけど、私が大ファンの 40mP 様の曲で、でも、40mP さんが雪ミクのテーマソングを作るってなって、はい、私も初めて北海道に着いてからして、わーいって、テンション上がってたんですけど40mP さん北海道に来てたみたいなんですよ。で、雪ミクのライブの1日目に 40mP さんが来て、なんと札幌ファクトリーでライブもしていったみたいなんですけど、なんと私が北海道に着いた頃には 40mP さんも飛行機に乗って帰ろうとしていましたはい、いつか 40mP さんのライブも行けたらいいなって思います。あの時は本当惜しかったな。もう少しで会えたんだけどね。はい、じゃあちょっとね、ここで宣伝をさせていただきます。はい、みんなもう見てくれたかな。2月27日に無料配布が1月27日に無料配布が始まった DVC マガジンボリューム3、私かなやりみ、このフリーペーパーで連載記事を書かせていただいています。どこだったっけ、ここですね。はい、じゃじゃーん、ツイキャスとかご覧の皆様見えると思います。この VDC マガジンフリーペーパーとは思えない本質の紙と、内容で本当にゲットした方がいいよっておすすめできる一冊となっています。アイドルさんの雑誌ですね。可愛いアイドルさんたちが特集されています。はい、無料配布なので、これを集めてコレクションにしてもいいんじゃないかなとおすすめできます。全国のタワーレコード CD ショップなどで
無料配布されています。はい、なんと全国で5万部ありまして、なくなり次第終了というレアな一冊となっておりますので、ぜひぜひゲットしてみてください。はい、私のコーナーは VDC マガジンの26ページにあります。ぜひゲットしたら26ページって探してみてください。イエイ。はい、沖縄での無料配布場所は那覇市にあります、タワーレコードさんではもちろん、今私がラジオの生放送をさせていただいているここ FM うるまさん、はい、そして沖縄市小屋にありますテルヤ楽器さん、はい、そしていつもライブをさせていただいているライブハウスモッツさん、アルテ崎山さん、私の癒しの場所、猫がいる、うん、かわいい猫ちゃんたちがいるお店、はい、中城区役場の向かいにある猫丸あんさん、ファミリーマート三郷工業前店さん、ファミリーマート国際通り店さん、はい、そうですね、そして私の大好きなチーズフォンデュタコライスがある宜野湾市にありますカフェリトルアークさんに VDC マガジンを置いていただいています。カフェリトルアークさんのタコライスは本当美味しいです。タコライスにあの溶けたチーズをわーってわーってかけるんですけど、本当に美味しいんですよ。フリーペーパーなので自分の分と家族の分とお友達の分とってぜひぜひ、うん、遠慮せずにお家に持って帰ってください。これからもリミの連載ページが続くのでお楽しみに。イエーイ。お、コメント来てますね。リミちゃん頑張ってるね、マイジャスコのイベントで写真撮ってくれたこと忘れ、あの方かな、イエーイ、リミ頑張ってます、ありがとうございます。はい、お、アドレス貼っていただいているいつきさん、ありがとうございます。 VDC 配布店の一覧はこちら、猫丸庵、お、猫丸庵の、うん、ホームページも載せてますね。猫丸庵は本当可愛い猫ちゃんがいるお店なんですよ。もう猫好きでもそうじゃない人ももう本当に癒されるお店です。私もあんまり猫があの大好きって言えるほど好きではなかったんですけど、あっちの猫ちゃんはもうほんと可愛くて、もう犬派から猫派になっちゃいそうだなってぐらい、もう本当に可愛い猫ちゃんがいます。はいはい、それではそろそろ次の曲に行っちゃおうかな。はい、私のオリジナル曲でポッピンという曲です。どうぞお聴きください。Yeah.
私のオリジナル曲でポッピンという曲でした。はい、かわいい、ありがとうございました。犬派だったんだ。僕も猫飼ってたよ。はい、そうなんです。私昔からのバリバリ犬派なんですけど、まあ、猫も好きなんですけどね、ちょっと引っかいてくる猫は苦手です。はい、いい、かわいい歌だ。今度ライブでも歌って。はいはい、もうすぐフルが完成するのでライブでも歌います。今日いろいろ悲しいことがあってへこんでたんだけど、リミちゃんの歌声で癒された、ありがとう。はい、こちらこそ、なんかありがとうございます。よかった、なんか癒してあげられて。嬉しいです。そういう風に思ってくれる人がいてありがとうございます。
けした Stay With Me でした。この曲はライブでもよくギターをはじめ立ての頃から歌わせていただいています。イエーイ。はい、はい、そう、ここでね お茶ありがとうございます。はい、ここでなんと嬉しい情報があります。私金谷里美は1月から今にかけてちょっと活動を休止させていただいていたんですが、はい、またまた復活します。3月21日火曜日にライブハウスモッツさんでライブが決定しました。イエーイ。はい、そして4月2日日曜日アルテ崎山さんでライブが決定いたしました。イエーイ。はい、はい、久しぶりのライブですのでぜひ皆さん遊びに来てください。これから詳細は決まっていくので、かなやりみのツイッター、フェイスブックかなやりみと検索したらツイッターとフェイスブックページが出てきます。フェイスブックの方はお母さんの方がライブの詳細とかライブ映像とか上げていって、ツイッターは私の方がいろいろつぶやいたりラジオの宣伝したりしています。ぜひチェックしてみてください。そしてライブ情報などを載せているブログなどチェックよろしくです。はい、ブログの名前はメアとモカのゆるりりりみというブログです。はい、このラジオリミのゆるりりルームもこのゆるりりりみから来ています。言いにくいですね、なんか。はい、うん、よろしくお願いします。あと YouTube でも私のライブ映像やいろんな映像などを見れるのでぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、あ、そういえば最近 Twitter のアイコンを変えました。私の相棒ティンクルちゃんと一緒に写っております。はい、このツイキャスのコメントの中にもいますね。はい、まあピンクのギターが目印って覚えとけばすぐにアイコンが見つかってフォローできると思います。はい、それではもうそろそろお別れの時間となってきちゃいました。はい、来週も私のおすすめのアニメとか、私のおすすめのボーカロイド楽曲とか、私の趣味の話とか、音楽とかをお届けしていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、リミのゆるりりルームは、はい、毎週水曜日夜の8時からお届けしています。生放送でツイキャスやFM うるまさんのサイマルラジオでも聞くことができますので、ぜひチェックお願いします。はい、今日見てくれた方皆様ありがとうございました。はい、それではまた来週バイバーイ。最後にお届けしますのは私のオリジナル曲でメモリーです。北海道に住んでた時の思い出を歌詞にして歌っています。どうぞ聴いてください。メモリー。